2023年も半年が終わりました。上期を振り返り、毎週お届けしている温泉地ニュースや動画で取り上げてきたランキングから上期おすすめ温泉地10選をお届けします。今回は東北エリアの10選です。まず最初に選んだのは大正ロマンを感じる山形の銀山温泉です。プロが選ぶ日本の温泉100選では東北でトップです。山形の村山地域にはいくつもの温泉地があり、銀山温泉も含まれています。温泉に対して高い評価結果が残っています。春にはおなじみの本館古跡屋が登録有形文化財に登進されました。登録されると2番目になります。登録が楽しみです。このチャンネルでは登録有形文化財に触れられる温泉宿を紹介した動画も投稿しています。銀山温泉にある施設で登録有形文化財に登録された第1号となった建造物が作られたのは大正14年頃です。高台にある滝みかんは名前の通り滝を望む施設です。美味しい手打ちそばもおなじみですね。続いての登場は名湯揃いの鳴子温泉郷です。2023年上期、さまざまなニュースが届きました。春はワールドベースボールクラシック一色となるくらいの盛り上がりでしたね。時事ネタをモチーフにしていくと様々な層で人気になるかもしれませんね。他のエリアでも地域おこし協力隊のことがニュースになっていますが、鳴子では任期中に修行をして新たなこけし職人が誕生しています。鳴子温泉で人気のホテルは1873年創業、今年で150周年となりました。おめでとうございます。鳴子温泉郷で屈指の人気を誇る名湯うなぎ湯、日本秘湯を守る会の会員である拓秀では中山平温泉にあります。多くの湯治客に愛され続けているのが高友旅館。温泉郷唯一のレアな泉質に出会えます。続いての登場は日本の秘境百選にも名を連ねた乳湯温泉郷です。休業中だった宿の継続に向けて素晴らしいニュースが届きました。共に温泉郷を支えてきた他の宿が共同で出資して経営が引き継がれることになりました。メディアでもおなじみの鶴の湯温泉に憧れますね。温泉郷で最古の宿と言われています。高級旅館鯛の湯は外国からのお客様にも高い評価を得ています。温泉郷の最奥にあるのが黒湯温泉。豊富なお湯、山々に囲まれた環境、美味しい山の幸のおかげで最高の一日を過ごすことができそうです。来年秋の再開まで無事に準備が進むことを祈っております。おすすめ温泉地の4軒目はこちらも秘湯として名高い酸ヶ湯温泉です。一軒宿の温泉地です。酸ヶ湯温泉を愛した世界的に有名な版画家宗像志功デザインのグッズほか記念アイテムが販売されています。新型コロナのニュースが落ち着いてきていますが、まだ心配は残ります。温泉の効能をもっと多くの方に知っていただきたいですね。かつて使われていた寝台列車で酸ヶ湯温泉に訪れるツアーが人気を呼んでいます。寝台列車、秘湯とワクワクが止まらない一日になるでしょうね。時間が許す限りじっくりと滞在して酸ヶ湯温泉を満喫したいですね。5番目はお湯の良さ、美味しいご当地グルメに出会える屈指の人気温泉地です。上期、山形と温泉は観光以外のニュースがいくつも届きました。温泉と健康を絡めた展開は大分の別府温泉同様に今後が楽しみです。そして山形らしさではなく蔵王らしさのあるジンギスカンが地元に根付いたフードとして選ばれました。様々なランキングで選ばれているのが蔵王国際ホテルです。高い天井に力強い梁、吸い込まれるような大浴場が魅力ですね。こちらも人気の蔵王式のホテル、
こちらも様々な風呂を楽しめます。蔵王温泉のかつての名称を残すのがこの施設。愛犬と一緒に宿泊することができ、ワンちゃんにも優しい施設が充実しています。後半最初の温泉地は大谷翔平選手の母校があることでもおなじみの花巻。ニュースはあまりありませんでしたが、素晴らしいお湯、施設の充実ぶりから選びました。美しい中庭が魅力の花椒園は JTB のサービス優秀旅館ホテルに選ばれています。大沢温泉の周りには素晴らしい温泉地が集まっています。川との距離の近い湯治屋の露天風呂に憧れます。温泉郷でトップクラスの人気を誇るのが富士山旅館。その深さは日本一とも言われる。立って入浴する専用のお風呂にぜひ入りたいものですね。宮大工の素晴らしい技に触れることができるのが遊花園。美しい星空の下、ゆっくりと露天風呂を楽しみましょう。7つ目に選んだのは福島県中通り南部石川町にある温泉郷です。業界のプロに選ばれる温泉宿、そしてその関連会社からのニュースがあり、今回選びました。温泉列の活用、新たなグルメの開発は様々な温泉地で求められていることでもあります。今年は全国2位でしたが、昨年は全国で1位だった八幡屋。今後も新たな取り組みがとても楽しみな施設です。小畑温泉には湯治客向けでおなじみの小畑元湯もあります。先ほどの八幡屋はすぐ隣にあります。歌人泉式部の猫にちなんだ温泉地、猫鳴温泉にあるのが井筒屋です。かつて存在した片倉財閥にちなんだ温泉名です。長野の上諏訪温泉にあり、仙人風呂でおなじみの施設にも片倉の名前が残っています。8つ目の温泉地は仙台の奥座敷秋保温泉を選びました。5月に行われた G7 サミットの科学技術大臣の会合が行われたのは記憶に新しいですね。メイン会場となったのは秋保でおなじみのホテル左官でした。東北道には新たなスマートインターチェンジが完成しました。温泉街へのアクセス方法が増えています。世界から集まった大臣と関係者は左官をどう感じたんでしょうか。戦国武将とのつながりも聞いていたりしたら面白いですね。こちらも秋湯で人気の施設です。別館には愛犬と泊まれる部屋があります。施設内の多くの風呂を巡るだけで一日が終わってしまいそうですね。美しい秋湯の眺めを楽しめるのが蘭亭です。このチャンネルでは畳敷きの風呂がある温泉宿だけを紹介した動画も公開しています。いよいよ残りわずかとなってきました。選んだのは世界中から注目が集まっている盛岡にある温泉地、盛岡つなぎ温泉です。アメリカニューヨークタイムズで選ばれた盛岡市にはすでに多くのお客様が訪れています。知名度の向上率で言えば2023年上期では盛岡市が日本一ではないでしょうか。それを受けつなぎ温泉観光協会はいち早く名称を変更しました。観光業界のプロの評価が高いのはホテルシオン。プロでは岩手の伝統的な家の作りを体感することができそうです。純和風の佇まい、岩手の四季を感じられそうな施設が四季亭です。美肌の湯にも出会えます。盛岡冷麺の人気店がプロデュースしたメニューを楽しめるようになったのが愛心館。縄文風呂のモチーフとなった遺跡は知らない遺跡です。いよいよ東北編最後となりました。選んだのは山形の米沢市にある奥州三鷹湯の一つ白布温泉です。老舗旅館の一つ西屋旅館の女将の奮闘ぶりが SNS で大きな話題となりました。上期に大きな注目を集めた温泉宿の一つです。女将としてだけでなく湯守もこなしている彼女の今後の活躍、健康をお祈りしています。西屋旅館のすぐ隣にあるのが東屋です。名物の滝風呂、手彫りの石風呂とも歴史を感じることでしょうね。最上川の源流沿いにあるのがこの施設。
その源流をじっくりと眺めるために作られたため、浴槽は細長い作りになっています。最後までご覧いただき誠にありがとうございます。次の皆さんのご旅行の参考になればと思います。そしてよろしかったらぜひ高評価ボタン、チャンネル登録をお願いいたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。